それでは最後に一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ代表理事藤田和子先生に閉会の挨拶をいただきます皆さんこんにちは朝から本当に長い時間にわたってあのフォーラム参加してくださって本当にどうもありがとうございます皆さんもお疲れのことだと思います えっと、今日私もあの皆さんのたくさんの認知症に関わるあの取り組み研究などを聞かせていただいてあの本人としましてもあの認知症のことへの関心を寄せてくださって嬉しいなと思います。でやっぱりあの人生60年だった時代から今は人生80年100年とも言われる時代になると本当にどなたかが。 おっっしゃってたと思うんですけれども認知症になるということを避けて通れないあの元気でいたいっていう気持ち長寿社会になっていくっていうこととそれと認知症になるっていうこととがこう並行して,あの起,きて起きていることというかあの実際に起こっていることなんだなっていうふうに思いました。でだからここそ認知症になることをあの 避けるのではなく、認証になってからも、どのように自分らしく暮らしていけるかということを考えていくことが大切なのではと。私は思います。で、あの、今日聞いた発,発表というか、お話の中で、割と予防に関する取り組みの方が多かったのかなと思ったんですけれども、あの。なんだろう、今日のテーマが。 えっと、認知症の強制と呼ぼうということだったと思うんですけれどもやっぱりこれから共生社会に向けてっていうことであのさらに取り組みをあの加速させていただければ嬉しいなと思います。で認知症の強制強制ってというふうにピンとこないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども私が考えるのは認知症があるっていうことそれをその 自分自身がまず認知症があるっていうことをあの認める認知症と共に生きるっていう覚悟をするそれができるそ,そういうことが強制になるのかなそれとそういう自分が社会の中で暮らしやすい自分らしく生きることができるそう感じられるそういう地域社会を作っていくっていうことが認知症の強制なのではないかなと思います。で そのためにやっぱりその予防という意味では私は一次予防はできませんでしたなってしまったのでねだけども二次予防3次予防はできている本人だと思っていますなのでそういう陰品維の予防ということをあの進めればいいのではないかさっき先ほど鈴木さんもおっしゃってたように認知症になった人となってない人を分断するようなことではなくってなってからも その社会の中で生きられる予防もなってからこそ予防し続けていくっていう意味でそういう意味で使っていただければいいなと私は思います。でその、えー、っと共生社会を実現するためにはやはり専門職の方はもちろんですけれども肝心なのはやはりそこに本人の参画本人と共に作っていくかどうか。 そこが大切で本人抜きにして決めていく作っていくのはありえない話だと私は思っておりますなので共に作る共生社会の実現を目指してまた皆さんと一緒にこれからもより良い社会を築いていけるように私自身も頑張りたいと思いますのでどうかよろしくお願いします。ありがとうございましたお疲れたでしたた